皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。高橋みともでございます。今回、ポケモンの感想2つやりたいと思います。ソード&シールド編、2話分ですね。1だから2と3かな。まあ、2で、サトシ君がローズ委員長と会いまして、そして、3回目で、無限ダイナが出てくるっていう感じになりました。さあ、ってどうなんでしょうね。ストーリーに沿ったようにも感じるし、わからない部分がちょっとあるなって感じですけど。まあ、ちょい楽しみに待ちましょう、次の放送のね。いやー、ドキドキがた、ね、楽しみに。したいと思います。ということで、動画を終わらせていただきます。あれ？今回短いんじゃないの？と思いますが。次。ちょっと、訳あって忙しいのでね、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。